は高校3年生です。名前を覚えていただけたら嬉しいです。1曲目に歌った曲は、千秋直美さんの喝采という曲だったんですけど、この曲は私が生まれるねずっとずっと前の曲なんですけど、今日はねおばあちゃんが来てるんですよ。私のおばあちゃんが、ね、そのおばあちゃんが、ね、昔歌うのが好きだったみたいで喝采とかも歌ってたらしいので、今日は歌おうかなと思って歌ってみました。ありがとうございます。2曲目はね、まあ、ちょっと今日今1曲目静かだったんでポップな曲にしたいと思います。2曲目は、安藤優子さんでパラレルです。ちょっと水飲んでからごめんなさい。間違えた、告知も挟むんだった。はい、告知します。5月28日にファクトリーアトリウムさんで、ソプラティコファンタジー5周年記念アルバムアニバーサリーという、イベントに参加させていただきます。おー、やった、ぜひぜひ。で6月22日ファクトリーアトリウムで、18時からファクトリーウィークデーライブをさせていただきます。そして6月25日、お昼から夕方までゼノンさんで、まだ告知は解禁されてないんですけど、告知が解禁され次第、私ツイッターやっているので、ぜひ調べていただけたらなと思います。これちっちゃいんですけど書いてあります。そして6月29日18時半から、ゼノンさんで、りょうさん企画ライブをさせてに参加させていただきます。これすごい覚えやすいんですよ。まず曜日が日木日木、そして場所がファクトリーファクトリーゼノンさんゼノンさん、すごい覚えやすいのでぜひ覚えて帰っていただけたらなと思います。はい、で次は、はい、パラレルという曲を歌います。聴いてください。
しっかりお話をしたいので目線がカンペに行きがちになると思うんですけど、許してください。私は、高校に入ってからかな、中学生の時からかな、もう作詞をしていたんですけど、もう全然本当に全然できなくて、まあ、そんなこんなで結構後回しにしていたんですけど、まあ、そうしていくとなんかやっぱり周りとかの人たちが作詞作曲をして曲を自分で作って歌っていくのを見て、まあすごい、なんて言うんだろう、なんでできるんだろうってすごいなって思うのと同時に、できない自分にすごい嫌気がさしていました。もうなんかどうしても自分で作んなきゃいけないのかなって思ったりしたんですけど、これから自分は、ね、どうしたらいいのかってね、ピアノとかもやったりとかしたんですけど、ちょっとピアノもちょっと向いてなかったみたいで、それからギターの練習を始めたんですけど、それなんですけど、曲を作れるようになりたいのにできないと思いながら、逃げてる自分がいて、2年間それでそんな感じだったんですけど、最近作詞作曲を本気でやろうって思える機会をいただいて、ついに初めて自分のオリジナル曲を作ることができました。なんですけど、その曲はどんな曲かっていうと、私人と話したりとか人と仲良くすることが、得意ではなくて、それがすごい悩みだったんですけど、だったっていうか今も悩みなんですけど、そんな私を理解してくれる友達が私にはちゃんといて、ちゃんといてっていうかすごい幸せなんですけど、いて、その子のことを思って考えた曲なんですけど、その子高校で離れちゃって、久しぶりに遊ぶってなって、でその遊ぶ時にやったって思った気持ちを曲にしました。ちょっと曲とかも変なところがあったりとか、作詞とかもちょっと変なところとかもあったりとかもするかもしれないんですけど、温かい目と耳で聴いていただけたら嬉しいです。今からちょっとギターのセットをしますので少々お待ちください。Thank you.
ライブに遊びに来ていただけると嬉しいです。ファクトリー無料なのでね、皆さん遊びに来てください。ありがとうございました。みんなありがとうございました。